ースアシアサンライズレース日本トーター杯争奪戦初日メインのドリームレース第12レースの開始です。1号艇大阪の倉谷和信、2号艇愛知の谷川理恵、3号艇埼玉の山崎義明、4号艇愛知の大滝飛鳥、5号艇静岡の杉田徳光、6号艇福岡の大山千尋、以上のメンバーです。6選手がゆっくりとホームを伺います。インは1号艇の倉谷和信、初戦は差し抜け快勝、力強い乗りっぷりを披露です。通算2戦勝へあと4つとカウントダウン。倉谷のイン戦、2コースが2号艇谷川理恵、前走は見せ場なく、さあここは巻き返したいところ。3コースイン逃げ甲府での3号艇の山崎義明、4コース引っ張って角近況リズムいい4号艇大滝飛鳥、そして5コースは前走差して白星です、5号艇杉田徳光、大外に足がフレッシュルーキー6号艇大山千尋、地元のプール滅法強く目下3連続優出中なんです。3対3、1番2番3番4番5番6番の並び、1秒前スタートしました。ドリームレース第12レース、1番3番4番が出ていきます。最終1幕の攻防戦、逃げる1号艇の倉谷和信、刺す2号艇の谷川理恵、さらに5番3番と相次いで向こう正面も押し切って独走。1号艇倉谷、スタートは前提正常でした。あっさり主導権奪った1号艇倉谷和信、その後ろは他5艇も連れて2幕です。先頭で1号艇の倉谷和信、2番手4号艇の大滝が先取る、刺した3号艇山崎、3号艇山崎義明が2番手リード、その後ろ3番手に4号艇の大滝飛鳥、レースは2周目と入りました。先頭構想は1号艇の倉谷和信向こう正面へ、そして2番手が3号艇の山崎義明、3番手に4号艇の大滝飛鳥、上位3艇は1番3番4番、その後ろに2号艇谷川理恵、5号艇杉田徳光、6号艇大山千尋となっています。2マークからホーム側へ、先頭は1号艇の倉谷和信、2番手に3号艇の山崎義明、そして3番手2号艇の谷川理恵が一気に逆転3番手浮上、上位体系が1番3番2番となってレースは最終周回です。先頭はリードを奪って独走状態、1号艇倉谷和信最後のバックへ、そして2番手3号艇の山崎義明、3番手に2号艇の谷川理恵、上位3艇が1番3番2番、この決着3連単のオッズは 15.4 倍となっています。最終コーナー先頭は1号艇の倉谷和信、これで1997勝目のゴール、2番手が3号艇山崎義明、3番手に2号艇谷川理恵でゴール。先頭1番五輪、3番五輪、2番4番5番6番五輪、以上前提五輪しました。